にちは。こんにちは。金曜日の夕方迎えています。このところ大気の状態が不安定で、昨日の夜も雨激しかったですけどね。季節の変わり目なんですね。では今日金曜日の内容です。出動生中はバラの香りがする水の話題です。女子体操ブルガリアチームのホストタウンでもある村山市、バラの花びらから作り出すローズウォーターとは一体どういうものなのか、中継の中で紹介していきます。出動生中です。今日はバラに関する話題です。まずは場所、地図で確認します。今日は内野さん、村山市にお邪魔しています。山形でバラといえば村山ですよね。内野さん、いや秋ですね。ススキが風に揺れています。ただ今日は本当に日中、村山市青空広がっていました。この時間も少し雲がありますが、まだまだ青空広がっていますよ、いや今日の気温見てるとまだまだ半袖活躍しそうです。私も今でもじんわりと汗かいています。暑いですもんね日中は。さて今日は村山市の、そうなんですよね、村山市大久保にあります青果店伊沢園に来ています。こうやって花がずらっとあるんですよね、色とりどり。そして私秋見つけました、リンドウです。この落ち着いた色合いが美しいですよ ね、本当に美しい花です。ただ今日お伝えするのはバラの花びらから作り出されるローズウォーターというもの。今日は魅力たっぷりお伝えしていきますよ。ブルガリアでバラの栽培、そしてローズウォーターの製造に携わっているある方に、あ、いました、いました、お付き合いいただきます。もうバラ博士と言っていいかもしれません、島崎さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは。お世話になります。お願いします。今まさにローズウォーターを使って作っているところ、今日作業しながらお伝えしていただくということです。2番上演しておりますので、はい、どうぞ。さて島崎さん、はい、そもそもこのローズウォーターってどういったものなんでしょうか。ブルガリア のダマスクローズというですね、非常に香りの強いバラを使った浄流水になりますね、はい、これどうやって使うってなると、化粧水で使ってるのが主なんですけれども、まあ、こういう蒸留釜で入れて蒸留して作るものなんですけれどもね、非常にブルガリアでは馴染みのあるものなんだそうです。はい、そうです。そして早速今作っているんです、はい、この蒸留釜、はい、なんだか今から実験が行われるような。そうですね、今ちょうど今蒸留してますので、はい、はい、見てきてください。すごい装置ですね。この釜実は、実はこれ島崎さんのお知り合い、ブルガリア拠点をブルガリアに置いているところの師匠さんから作ってもらった特注のものなんですよね。はい、そうなりますね、はい、これ仕組みで言うとどういう、ですね、ここから蒸気を当てることによって、この中に入っている釜のバラの成分をここから抽出するものになります。中に入っているのはダマスクローズ、それから水だけ。そうですね、バラの花と水だけですね、はい、もうそれだけでいいんですか。さて先ほど、はい、そうなんです、先ほどコロナ禍に水とバラ入れました。その様子 VTR ありますのでご覧ください。どうぞ。これ容量が100リッターに当たるということなんですが。そうですね、これは100リットルのタンクになりまして、まあ、そこに、まあ、お水を50リッターと、うん、バラの花をだいたい10キロぐらい入れて蒸留するんですけれども、かなりの量ですね、はい、たっぷりと、へえ、はい、そこからウォーターはどれくらい取れるんですか。今日はだいたい15リットルぐらい蒸留しようかなと思ってます。たっぷり取れるとは、はい、ということなんですね、はい、1時間から1時間半蒸留しています、はい、さて、まあ、ご出身は東京都 で今はブルガリアでメインで活動しているということなんですが、はい、ブルガリアの火山落というところを拠点に島崎さんは活動されています。ここ非常にバラが有名なんですよね。はい、火山落市はですね、ブルガリアの中でも非常にバラの生産が盛んなところで、バラの谷と呼ばれているところになります。はい、広大な敷地で、あ、綺麗な女性が。そうですね、こういうふうに栽培をしてます。バラが咲くときにはね、こうみんなで民族衣装着てバラ摘みしたりするんですけれどもね、はい、でそしてもう街全体がもうバラ一色ということで、はい、そうですね、6月の大体初旬にこういうバラ祭りというのが行われまして、もう結構盛大に行われているお祭りなんですけれども、
この女性はこの担がれている、あのこれはあのバラのクイーンとバラの女王と呼ばれているもので、バラの女王さんですか、はい、あの彼女は私の友達なんですけれども、地元の高校生で、はい、高校生ですか。そうなんですね、毎年選ばれるんです。大人びて見えますけど、はい、まあブルガリアの、まあ、若い子たちは結構大人びてる方が多いので。そうなんですか、はい、そういうコンテストもあるんですね。高校生なんですよ、はい、まあ、そんなバラの町カザンラクで今活動されていますが、まあ、そもそもブルガリアに行ったきっかけというと、私はアロマテラピーの勉強をずっとしてたんですけれども、あのやはりブルガリアのバラっていうものに興味があって、で、まあ、栽培から蒸留まで勉強してみたいなと思って、それでまあ6年前からブルガリアの方に移住して今勉強してるんですけれども、はい、じゃあ元々はそのアロマの勉強しに行った。そうですね、アロマテラピーの勉強を始めてからバラのことを知って、その産地がブルガリアだということで、うん、まあ興味があって行ってみようと思って行ってみたわけですね。で今ではもう、はい、栽培までしてるということなんですね。そうですね、実際に今住んで栽培までやってるのは、あの私だけかなと思いますけれども、はい、そして3年前から村山市でバラの栽培方法などアドバイスをしているということなんですが、はい、どうですか、ブルガリアと村山市、はい、環境面でいうと似てます？あの最初話が来た時は難しいかなと思ったんですけど、実際来てみたら私が住んでる火山楽市と非常に似てるところがあって、似てるんですか。それでまあ可能性があるかなと思って、まあ、3年前から始めてますけれども、はい、具体的にここが似ているなという部分ありますか。あの山と山にあの挟まれた平地だということ、あとはあの冬にあの雪が積もるということですね、はい、そこがあの火山楽市に似てたので、まあバラ栽培チャレンジしてみようかなと思ってあのやってきました。あ、そうですか、はい、でもなかなかこう村山に来て最初は難しかったそうですね、栽培が。あの最初は3000本輸入してみたんですけれども、うん、68本ぐらいしかやはりあの、植えられなくて、まあ、最初はやっぱり難しかったですね、はい、ただそれでも熱心にこう栽培をしている、はい、島崎さんにとってバラってどうですか、どういう存在なんですか。やっぱりなくてはならない存在というか、まあ、今バラと一緒に生きている感じなので。一緒に生きている、はい、生活ずっとバラとしてますから、ここ6年ぐらいはもう人生そのものって言っても、はい、そうですね、ダマスクローズとずっと一緒に暮らしている感じですね。そうですか、はい、今そのバラダマスクローズを使ってローズウォーターを作っているのは、これはまだ試験の段階なんだそうです、はい、ただ来年の6月を本格指導の目安として、ね、今いろいろ試しているということなんですよね。はい、そうですね、あのとりあえず今回はこの上流釜をブルガリアから持ってきて、あの1回だけなんですけれども試験運転をして、でその結果を見ながら来年の6月の本上流に向けて、まあ、いろいろプロジェクトを立てていこうかなと思ってます、はい、いやもうね島崎さん、はい、もうすごいバラの、そうですね、今蒸留がちょうど始まって、まあ、蒸気が出始めている頃なので、そんなに香りますか。あの少しあの蒸気も出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、もうすごいバラの、今こういう感じで少し出てきてますよね。こういう感じで水滴もポタポタと見えますかね、はいはい、だいぶ出てきました、いい香りなんですよ、ね、いやもうこれはそうですよ本当に、はい、後ほど実際に食べてみたり使ってみたり魅力たっぷりお伝えしていきますので、また後ほどお伝えしていきます。今日の中継はバラ、見るだけじゃない魅力をお伝えしていきますが、テーマも花に関して、花送っていただいてと、花は癒しですよね、うん、島崎さん今もう手が離せないというほど、まあ、それほど非常にこの実際に感覚を確かめながら作っていくのがローズウォーターなんです。でも機械がやってくれるわけじゃないんですか。あ、もう島崎さんの手作業によって今もじっくりとクイズ一緒にお伝えしていこうと思ったんですが、手が離せないということでした。微調整が必要なんですね。大丈夫です、今大丈夫じゃないですか、はいはい、す内野さんこのタイミング、はい、すいませんです。でも微妙なこのタイミングが大事なんですよね。あ、そうなんです、ちょっと今タイミング大事なところだったんで、すいませんです。すいませんね、はい、じゃあそんな時に短い時間を作って、はい、すいません。さて先ほどもお伝えした火山楽市ブルガリアでの島崎さんの拠点です、
ここも先ほどお伝えしましたがバラ祭り、まあ、綺麗な女性ですよね。内野さんさっきからそこばっかり注目してますよね。いや女性にばっかり注目してませんか。気になったんですけど、多いところですよね。バラの女王が綺麗だとか。でもこの屈強な屈強な男性の方ですか、青山さん。ちなみに聞いておきますか。この3人の中でどなたが誰が一番お好みなの。私はこの、この本気で悩まないで打つのがいいかなと。あ、そうですか。リアルな答えを、ありがとう。さて今日の問題です。そう、火山落石、町の名前となった山崎さんも聞いたかな、名前の由来となったものがあるんです。それがこの3択のうちのどれかです。1番の釜か、2番の湧き水か、3番の王様の名前か。名前の由来ですか。火山落石の、はい、名前の由来となったもの、どうでしょうか、ね、え、これはちょっと町の何ヒントあたりとしてはどうですかね。え、ヒントですか、はい、そうですね、やはり、まあ、アロマに関係し、香りに関係してるかな。香りに関係する。このヒントをもとに皆さん、1番から3番どれでしょうか、はい、香りがヒントです。どうでしょう、お考えください。今日の商品はこちらです。今日のクイズを振り返ります。今日はダマスクローズの蒸留している場所にお邪魔していますよ。そこでブルガリアのバラの谷といわれる火山落石、この火山落という都市の名前、何に由来する名前か考えてください。1番釜、2番湧き水、3番王様の名前。ブルガリアのバラの谷といわれる町、火山落石の名前の由来はどれでしょうか。今日の商品はこちらです。山形アスカの日本海戦闘イカ尽くしセット5000円相当お一人にプレゼントです。お知らせの後は出動生中です。バラから作った水、一体どういうものなんでしょうか。今日はバラに関する話題、ローズウォーターとあまり聞いたことがないものですけどね。そしてダマスクローズという品種のバラを使っているということなんですよね。内野さん、いやなんかもう本当になんか豪華な貴族の気分になれるような。そうですね、これはもともと貴族とか、はい、お金持ちしか楽しむことができなかった香りなので。すごい、なんか上品な香りですよ、はい、上品な香りです。もうローズウォーター、ローズウォーター蒸留しているところです。これ出ているのがそのローズウォーター、これが今ローズウォーターが蒸留しているところですね。本当に透明なんですね、はい、無色透明です、はい、じわじわと湧き水のように出てきます、はい、さてじゃあこれは化粧水だったり、あと食べる用としてもはい、フレーバー、お菓子のフレーバーとかでも使えますので。そうですか、飲むこともできるんですね。飲むことができる、よかったらちょっと試してみますか。よろしいですか、はい、ちょっと待ってください、ちょっと持ってもらっていいですか、はい、それをずらしますので、ここからちょっといいですか。持たない、これ貴重ですからね。あ、大丈夫です、もうそのぐらいで大丈夫です。よろしいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみてください。このローズウォーターを蒸留する機械は今山形県内にしかないってこと、ね、これはそうですね、ブルガリアから持ってきたのはこれ1台のみですね。こちらローズウォーターですよ。なんか見た目は本当にお水ですね、はい、そうですね、うん、香りは、はあ、なんか日本のバラよりこうちょっとはっきりしたようなバラの匂い、しっかりするんですが、より香りが分かりやすい、強いっていうんですかね。そうですね、かなり香りははっきりしてるんじゃないかなと思います、ね、日本のものよりもね。はい、そうですね。じゃあこれ一口いただいてよろしいですか。あ、ぜひ飲んでみてください。いただきます。はい、いや初のローズウォーター、どうでしょうか。うん、おお、一気に広がります、口に香り、香りね、バラの香りが、これがダマスクローズの独特な香りなんですね、うん、もちろん味は、はい、甘さとか辛さはないんですが、はい、香りだけ で、 そうです、ね、まだまだ残ってる、残ってる口に残ってるんですか。ブルガリアが広がるような、ブルガリアのバラの香りが、はい、これで一気にバラ畑が広がるような。そうですね、いやーすごい、これがローズウォーターですか、はい、そして今飲んだり、そしてすみません失礼しますね、飲んだり、そして化粧水でも使えるということだったんですが、はい、
あとは私がですね、こういうふうにバラの花びらを蜂蜜につけてローズハニーなんかも作ったりしてるんですね、はい、これはローズウォーターではなく、これはローズウォーターではなく、ブルガリアで採れるアカシアの蜂蜜をベースにして、そこにダマスクローズの花びらを漬け込んだものなんです。へ、はい、大量に作ってますが、これは島崎さんがご自身で作ったものなんですかね。はい、これは火山学で毎年手作りで作っております。花びらごと食べるんですか。もしよかったら今日も、花びらも食べれます。実際に今回それを用意していただきました、はい、食べられるんだ。移動しましょう。じゃあこちらへと。はい、どうぞこちら。バラの蜂蜜漬けということですもんね。飲むだけじゃなくて、じゃあこれですね。そうですね、よかったらこれを、はい、ちょっとパンケーキも用意していただきました。こういうふうにパンケーキがありますので、はい、この蜂蜜をですね、じゃあまず蜂蜜からちょっと、はい、よかったら蜂蜜だけでも、まあ、香りでもいいですし、はい、どうぞ。中にも花がぎっしりと、はい、そうですね。あ、でも香りはもう蜂蜜の甘さ、ね、まあそうですね、最初はね、そうですけどね。よかったらじゃあ食べてみますか。はい、じゃこれをパンケーキ今用意しました、はいはい、実はこのパンケーキ作る上、生地の中にもローズウォーターが入っているんですよね。そうですね、ちょっとだけ隠し味的な感じで入れると美味しいかなと思います。たっぷり塗っていただきました。これで、はい、どうぞ。 ありがとうございます。じゃあ食べてみてください。手でいっちゃおうかな。手でいっちゃいますか。はい、先ほどしっかり洗いました。じゃあ挟んで豪快にいただきます。おー何ですかこれ。バラすごいですか。蜂蜜の甘さ、はい、ガツンとくるんですけれども、うん、その後からバラが追っかけてくるんですよ。そうですね、はい、で今バラが抜かしました。口の中今広がっているのはバラです、はい、甘さの次にバラとパンケーキの徒競走みたいな、うん、そうです、ね、そうなんです、はい、美味しい。ありがとうございます。初めて初めて。あ、まあこれを食べる方はあまりいないんですけれども。あ、うん、はい、ブルガリアでもいないんですか、食べる方あまり。食べてる人はいない。島崎さん。そうですね、あまり、まあ蜂蜜そのものはブルガリアでは皆さん食べるんですけれども、わざわざこのバラの花びらをつけて食べるっていう方は、ね、こういうバラ農家の人とかバラに関わってる人じゃないとやっぱりこれ食べれませんので。それぐらいもう大事なものなんですね。貴重なものなんですよ。はい、島崎さんオリジナルのレシピなんですね。そうですね、これは私のオリジナルのレシピで、はい、毎年作ってるものです。はい、でもこういった楽しみ方があるってなると、はい、そうですね、まあ、私はいろいろやってるんですけれども、うん、こういう楽しみな方も山形の村山の方なんかにも伝えていきたいなと思ってます。へ、はい、もうこの、まあ、ブルガリアからやってきた、はい、でそして村山市でこのローズウォーター、このバラを広めたいという活動をされているということなんですが、はい、このローズウォーターの本格始動は来年6月なんだそうですね。そうですね、毎年6月でないとこのダマスクローズの花が咲かないので、うん、やはり次6月まで待たないとダメなんですね。まずはじゃあ来年しっかり花が咲くことが大事なんですよね、はい、島崎さん。来年というかもう今年、もうかなり咲きましたので、かなり来年は期待できるんじゃないかなと思います。実績が今年で、はい、バラがつなげるんですね。今この試験段階ということなんですが、はい、そうですね、まだ試験段階ですけれども、来年からは本格的に上流していきたいなと思ってます。村山市でスタートしたこの取り組みですけど、はい、うん、ゆくゆくはそうですね、まあ、将来的には山形の特産品になればと思って私は今頑張ってるんですけども、ね、もっと多くの人がこのローズウォーター、そうですね、多くの人に、まあ、バラの栽培なんかも含めて増えていくと嬉しいかなと思ってます、ね、そういう日、はい、本当に一日も早く来るといいですよ。そうですね、私はまあアドバイザー的な立場で来てますので、うん、やはり実際にここに住んでる農家の方たちが頑張っていただけるのが一番いいかなと思ってます。はい、本当に今日意外の発見もありました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。今日はローズウォーターの話題をお送りしました。はい、どうも。バラの可能性は無限大ですね。うん、女性だけじゃなくて男性も積極的に取り入れると、なんかね、気持ちが豊かになれそうですよね。いや、かなり。クイズ回答の時間です。内野さん。はい、今日はブルガリアの火山楽、この町の名前の由来となったものは何でしょうか。選択肢見ていきます。
1番の釜か、2番の湧き水か、3番の王様の名前か。答えは1番、釜が由来になっているんです、はい、でその由来になったのは写真があります。こちらです。この写真の左側、この部分が昔の釜なんですよね、はい、そうです。これ釜なんですか。はい、はい、これが釜なんです、はい、なんか見たことない形。釜が火山と、ブルガリア語でこれを火山と呼んでおります、はい、あ、へー、今のこの、ね、先ほど見せてもらったものとだいぶ形が違いますが、はい、なんで釜がその都市の由来になったんですか。まあ初期型の釜で、この中に水と花を入れて、でこれ薪で火をくべて、ここから水で、ここは水が入ってるんですけれども、うん、でここにローズウォーターがタラタラと出てくる。なんでこう、まあ、今ではお祭りぐらいでしか使わないんですけれども、なんでこう釜が都市の名前の由来になったんですか、はい、やはりここがバラの名産地というか、ここでバラを育てて蒸留してたということで、うん、まあ、火山楽、まあ、火山というのが名前の由来になっております。たくさんそういう釜があるわけですか。今では改良、そうです、はい、今では改良されてこういう形に。全然違いますね。これはかなり大きな、ね、はい、うん、これは500リッターぐらいの大きな釜で、大量生産ができる。今では皆さんこれを使っております、はい、そうですね、それだけ盛んなんですね。改良されているということです、うん、ね、そしてまあこのように蒸留所といってたくさん並んでますね、はい、これ。そうですね、これは大きな蒸留所で、こういうのが火山落石の周りにいくつかあって、やはり産地だなっていう感じですよね、このバラに関しては、はい、こういった釜が町の名前の由来になっているんだそうです。ちなみに作業するときはこのように、もうバラに包まれて作業するんですね。華やか、はい、4トンぐらいの花が必要なので、うん、はい、もう作業してると、ね、もうバラの香りがこう染みつくんですか、はい、やっぱりやってるとずっとそこにいると。そうですね、やはり朝から夜のやっぱり7、8時までずっと蒸留しますので、すごい香りになります、はい、うん、ブルガリアでこのようにもうバラの町となっている火山楽、はい、名前の由来になったのは1番の釜でした、はい、これですね。島崎さん、ありがとうございました。ありがとうございます。答えは釜でした。じゃあいきますよ、はい、抽選です。どなたに当たるのか。スクランブルエッグスタート。スクランブルエッグストップ。200